空港早期建設館機関版伊平屋空港は沖縄県島尻郡伊平屋村の野保島において計画された日本の飛行場。伊平屋村と伊勢那村の両村の空港として具体化案が作成されていた。2005年7月から沖縄県土木建築部が主体となり空港に関係する両村伊平屋村と伊勢那村の各村役場によって 伊平屋空港協議会が結成された。その計画自体は1977年頃から存在しており、伊平屋村の野保島を候補地として検討が進められた。しかしながら、2回に及ぶパイを実施したものの、空港計画の妥当性を問われた結果はかんばしくなく、2008年以降、凍結に近い形で事実上先送りされている。伊勢名村からのアクセスは、 のほ島ののほ港を通じ、都線による連絡が考えられた。元来、下記の問題から、伊平屋空港の実現が望まれていた。伊平屋村、伊勢名村からは、村営フェリーで、運転校を経由するため、那覇市内までは、約4時間かかる、伊平屋村、伊勢名村と沖縄本土を結ぶフェリーの欠航が、台風の到来時期や冬の偏西風の強い時期に、 多い村民生活の安定向上を呼び、観光産業等の地域振興を図るため、伊ヘ屋空港の整備が必要休館、天災など休養時の輸送手段安定確保の保島は、高い場所でも標高40メートル程度で、比較的なだらかな丘陵地となっている。そのため、伊ヘ屋村全域を対象とした、敵地調査では、伊ヘ屋島においては、海上案、野保島においては、陸上案を、 伊部屋空港の候補地として選定し、全泊地先、島地地先、野保島の3案を検討していた。総合的に、飛行機の安全運行、周辺地域への影響、建設工事の規模、自然環境への影響、地権者の同意など様々な条件を比較評価した結果、総合的に優位である野保島が選定された。ありがとうございます。